皆さん、お待たせしました。イルカとアシカとエロスイートリーダーが共演するショー、絆をお送りします。エロスイートはトレーナーと呼ばず、トリーナーと呼びます。訓練するのではなく、家族や友人のように彼らと遊び、世話をし、励まし、励まされています。道の違いは、どうしてもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは、今気持ちがつながったと思える一瞬。その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくて、このショーをお届けします。トリータの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察。これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともに、ゆっくりお楽しみください。おいでー、こっち。聞こえました。僕もそう思います。アシカたちは近くで顔を見るとね、すごく大きな目をしてます。あともう一個、マミは得意な顔があるんです。この距離だとちょっと見づらいかもしれないんですけど、よく見ると分かるので見ててください。舌をベーって出せます。ピンク色の舌が出てくるのでね、見ててくださいね。いきます、せーの、はい、ベーして、向こう向ける、向こう向けるそうそうそう、じゃあこっちの皆さんも見えました。ありがとうございます。そう、これね、僕と一緒に練習して大体1ヶ月ぐらいでできるようになったんです。よかった、ありがとう。で、どうやって練習したかというと、まずマミに大きな口を開けてもらいます。マミ、こんな感じです、ね、こうやって口開けてもらってる間に、マミの口の中に指を入れてちょんちょんちょんってずっと触ってたんです。そしたら大体1ヶ月ぐらいでこうやってベーって出るようになりました。すごいね、マミ。僕がね、伝えたいことすぐ理解してくれるんです。ありがとう、よかったよ、ありがとうね。で、今日は僕とマミだけじゃなく、他のメンバーもこのステージに遊びに来てくれます。そのメンバーちょっと呼んでみるので、マミ、大きな声で呼ぼう。いくよ、せーの、ルーシアー精神、マミとの違いが分かるはず。こんにちは、セシです。こんにちは、リュシアです。待ってたよ。皆さん、一番右側にいるセシはこの中で一番体が小さくて、体重が今33キロです。一番、ね、左側のマミは90キロぐらいあります。で、オットセンって、ね、ちょっと種類が違うんです。なので体が小さいから身軽なので、僕にも立ち上がってちょっと歩きます。よ、じゃあ3、はい、じゃあ3、はい、チーチー。この後ろ足がなんか回ってる感じがすごいですよね。今日も上手にできたよ。すごい、セシ、イルカが気になるのか、めっちゃイルカのこと見てたんですね。見ながら歩いてたよね。私と一緒にいるレシアも実はちょっと怖がりなところがあります。最初このステージに来る練習をするとき、おお、どうしたどうした、ジャンプしてたね。最初にこのステージに来る練習をしているとき、怖くなったら自分の部屋へ一気に帰っていってました。でも今ではこうやって落ち着いてみんなと遊べるようになったんです。中でもルシアのやるところが可愛いなと思うのがこれです。足を振るんだけど首も一緒に動いちゃうちょっと不器用です。でもこんなところが可愛いなと思います。先輩のマミはね、こんなに上手に振れます。そしてマミはこっちでも振れます、ね、両方振れる。そして先ほどセシが後ろ足で立ってましたが、マミはこれが得意です。聞きます、はい、見てください。これ、ね、後ろ足見てください。綺麗に揃ってますよね。これね、綺麗にできるのマミの特徴なんです。すごいでしょ。雨降ってて結構滑るんだけどね、全然振れないよね。森田さん、それでセッシもね、練習しててね、まだ後ろ足ピンと伸びないんだけど、お尻はちょっと上がる。おぉ、いくよセッシ、ふいっ、よし、お尻、あ、お尻、あるな、
完成ね。もうちょっとだね。すごい。なんかみんなかっこいいことやってるね。リシはかっこいいことよりもかわいいことが得意です。皆さんちょっと見えにくいかもしれないんで、持ってるカメラリシの顔にズームアップしてみてください。あ、ジャオルさん、それね、さっきマミもやったよ。下ペンって出す顔だよね。バレちゃった。やってた。でもね、リシもね、もっとかわいいかも。やってみるね。はい、ちっちゃいブロが出ました。見えました。あ、ピンコちゃんだ。笑ってるってことは皆さんにも見えてるってことだよね。そう、多分ね、ちょっと見えてると思う。かわいい。ルシアはね、顔が小さいのでね、下もすごく小さいんです。で、このメンバーでこの後は音楽に合わせてダンスを披露します。僕たちとアシカたちの動きが揃ってるか見ててください。じゃあ、みんな準備ルシアよ。ルシアも OK。 よし、じゃあマミ、みんなと合わせてやるよ。ルシアよ。足形だけで待って、いいよ。人だけ一緒に、はい、あれ回れる、回って OK。 じゃあ今度こっち来て、じゃあ次は足タッチ、みんなで揃っていくよ。左手からタッチ、はい、反対、よし、はい、ポーズ、はい、動き、これね、揃うとすごく綺麗です。みんなで揃ってプールの方に、はいいいね、反対、反対、これもいいよ。じゃあ次はリズムに乗る動き、いくよ。リズムほっぺにチューチュー、ありがとう。よし、じゃあ今度はみんなでダメ、待ってね、この回すのが意外と苦手なんですが、こっち来るとき可愛いです。いきます、はい、オッケー。気持ちよさそうだね。最後決めポーズ、揃っていくよ。すごく仲が良くて息が合ってるんで、ちょっと見ててくださいね。じゃあ僕たちで息合わせてくるくる回るよ。はい、回って、回ってね、すごく綺麗ですよね。よかったよ、ありがとう。よし、じゃあこれで僕たち帰るから、最後は2頭で仲良く、はい、チュー。おー、よかったよ、ありがとう。よし、じゃあこれで僕たち帰るから、最後はマミナミレに、これで帰るね、ありがとう。これで帰ります、ありがとうございました。よろしくお願いします。マミーまた遊びに来て、ミリーもこっち戻ってね。それでは今度は違った種類のメンバーの紹介、イルカとクジラ続々とやってきました。ではまずはじゃあ皆さんの一番近くのメンバーから紹介していきます。はい、おっとマイクが入らないハプニング、前先不安だぞ。桜木です。ここに来たのはルイ、はい、いろんな技ができます。中でも大技は水中で僕たちを押してくれるロケットという技、この時間2人で狙ってみます。池光です。パートナーはミレニーです。ミレニー、雨の日
コンビ田中と花子のコンビだ。花子とはクジラの仲間、メンバーの中ではゆっくりとした動きの持ち主ですが、この時間どんな風に応えてくれるか見ていてください。さあ、私たちはここにいるメンバーに話しかけたりもします。でもこの声では会話というのは通じていません。そんなメンバーに僕らの気持ちが少しでも伝わったら嬉しいなと思って話しかけたりもしています。合図は体の動き。ちなみに今さりげなく横で舌を出しながら泳いでねっていう合図を出したもんだから、レイがこうやって舌を出して泳いでくれています。ではもう一つほど僕合図出してみましょう。尾びれ振ってねっていう手を横から上に振り上げる、この動き答えてくれるでしょうか。ふいっ、それ焦りは禁物ですよ。ちゃんと水面から目が出ているとき、お互いに息を合わせ分かりやすく合図を出す。尾びれを振ってね、頭を沈め、振って、振ってない、振ってる、それぐらい振ってほしい。はい、そう、それ綺麗、エドマジン。あれ、ちょっと伸びる、バランスで。はい、答えてくれました。はじめちょっと振ってなかったですよね。でも振ってほしいっていう気持ち、おそらく届いたんでしょう。あとには答えてくれました。じゃあこの後ももう一度ここで遊んでてくれる。さあ、こうやって合図に答えてくれましたが、いろんな合図がある。やっぱり派手に見えるのはジャンプ。あれあれあれ、リーの方が高いかな。さあ、ちょっと低かったみたいです。ごめんなさい、ちょっと低かった。見慣れないもの見ちゃって、あの後ろのクールのメンバーが壁を壊し始めております。ちょっと待って、みんな何してるの、ね、ちょっと出番がないからってここでメラボンとしちゃってる。もうね、いたずら好きなところもある。それがまた可愛いですよね。なんかね、やっぱり何かしら興味を持つんだなって思うのは機械じゃないという証明ですよね。面白さがそういったところにはあります。だからやりたくないときはやりたくないよっていうようなことをアピールしていきますよ。小中だとかどっか泳ぎに行っちゃったりとかするぐらいです。でも僕らのリーダーはやっぱり仲良くなりたい、どっかに泳がれちゃ嫌なんです。だから一緒にいるときはいろんな工夫をして楽しんでいきますよ。ここはもう見るの水しぶきの量、なるほど。この合図の出し方一つの工夫が大事。では今日はそんなメンバーたちの練習中の技をトリーナー一同も息を合わせてチャレンジしてみましょう。では先陣を切ってリードしてくれるのは今ステージに移動した羽田とミュウのコンビ。さあ、羽田さん、今日の狙いどころを教えてください。はい、じゃあね、ちょっとミュウ、まずは一回アクリルガラス部のスミさん。じゃあこれで他のメンバーもアクリルガラス部、今日は皆さん、ワントウイルカ3頭がアクリルガラス電気からスタートして、このステージの上に3頭同時に上がるっていう練習をします。で、これ最近ステージに上がることはできるんですけど、ステージに上がるタイミングがね、どうしてもバラバラバラって上がっちゃうので、3頭息を合わせて同時に上がってもらいます。さあ、これね、まだ1回も同時に上がれたことがないので、皆さん同時に上がるか決めててください。じゃあ、アクリルガラス部のトリーナー、準備いいかな。じゃあ、行ってみましょう。さあ、スタートしました。さあ、同時に、3頭一緒に、せーの、はい、ソジャーン。一番目の前でね、いいタイミングで上がりました。皆さん、今日は一発で大成功でーす。すごいですね。すごい綺麗でした。コミュニケーションをとってトリータマイズにもしっかり答えてくれました。では
他のメンバーにももう一度息を合わせてもらいましょう。音楽に合ったタイミングでタイミングよく答えてくれるかどうか。4組順番、1番手がここにいる島森とビーナー、2番手から少しルイとトモ、3番ステージ左側はミュート羽田、最後はミレニーと池光です。では答えてくれるタイミングに注目してやってみましょう。まずはビーナージャンプ。遅いというより答えていない。どういうことだ。私とミレニー、こうやってコンビを組んで5ヶ月になりました。最初のうちはなかなか息が合わなかったんです。今日もミレニーすごい眠たそうな顔をしています。私とミレニーはまだまだコンビ歴が浅いので、こうやってミレニーが何かいつもと違う、今日だったらちょっと眠たそうな顔をしている時は、私どうやって遊んだらミレニー楽しんでくれるのかまだわからない時があります。でもこれから少しずつ一緒に時間を過ごして、ミレニーの好きなこととかもっと知っていけるようになったらいいなと思ってます。ミレニー元気がいいとすごいかっこいいジャンプ姿を見せてくれるので、そんなミレニーの姿を皆さんに見てもらえたらすごい嬉しいなと思っています。ミレニー、この後はいっぱい一緒に遊ぼうね。さあ、それではこの後も張り切った姿を見てる見せてもらいましょう。そんなミレニーのジャンプの高さ、ぜひ注目してみてください。それではここからは全員で連続コンビネーション、どのペアが息が合っているのか見てみてください。指差し、右側に今度は2回ずつ、2回